中華人民共和国海軍官邸一覧は、中国人民解放軍海軍が過去保有した、または現在保有する、または将来保有する予定の未完成、計画中止を含めた歴代官邸一覧である。中華民国海軍の官邸一覧は中華民国海軍官邸一覧を参照のこと。航空母艦巡洋艦退役巡洋艦駆逐艦。 対液駆逐艦フリゲート対液フリゲートコルベット対液コルベット原子力弾道ミサイル潜水艦対液原子力弾道ミサイル潜水艦弾道ミサイル潜水艦対液弾道ミサイル潜水艦艦巡航ミサイル潜水対液巡航ミサイル潜水艦原子力攻撃潜水艦沿岸哨戒潜水艦対液沿岸哨戒潜水艦哨戒潜水艦対潜水艦 強襲揚陸艦ドック型揚陸艦戦車揚陸艦。退役戦車揚陸,陸艦。中型揚陸艦退役中型揚陸艦。汎用揚陸艇退役汎用揚陸艇。エアクッション型揚陸艇。退役エアクッション型揚陸艇。哨戒艦艇退役哨戒艦艇砲艦隊役。砲艦苦戦艇退役苦戦艇魚雷艇。退役魚雷艇ミサイル艇。退役ミサイル艇揚海艦艇退役昇海艇。 無人層海艇、機雷不接艦隊役機雷不接艦補給艦艇、隊役補給艦輸送艦支援艦艇、隊役潜水、艦救難艦その他隊役情報収集艦中華、人民共和国、海軍艦艇命名条例によれば、一級艦及び、原子力潜水艦は総参謀部、二級及びそれ以下は、海軍司令部が命名権を有する。原則として、 巡洋艦及びそれ以上は中国の一級行政区である省、自治区、直轄市の名前、駆逐艦及びフリゲートは大、中期模都市の名前、ミサイル艇及び機雷布施艦は、県の名前、総海艦は、村の名前、大型揚陸艦は、山の名前、中型揚陸艦は、河川の名前を艦艇名とすることが可能である。以上の名前はそれぞれ艦艇所属艦隊の 管轄区内により選ばれる。北海艦隊の管轄区は、東北、下北、西北地区、東海艦隊の管轄区は、加藤新京ウイグル自地区、南海艦隊の管轄区は、河南、西南地区である。例外として、乱州旧区地区ナンバーワン70乱州は、原則として、北海艦隊に属するが事実上南海艦隊に配属されている。潜水艦は、 原子力型なら、調整ナンバー。通常型ミサイル潜水艦なら、頂上ナンバー。通常型なら、遠征ナンバーがそれぞれ艦名となる。原則的に人名をもって、艦名とするのは不可である。が、一部の艦艇は、歴史的な著名人物が艦名とされている。例、訓練艦、艇は、聖書、海洋測量戦利志向、スティーブン・サンダース。 ジェーンズファイティングシップス2016から2017アイチェスジェーンインフォーメーショングループ2016ありがとうございます